む、転校生が出てきたぞ。おい転校生、こっちこっち。意外とすんなり解放してもらえたんだね。心配したんだよ。桐生先輩とどんな話をしていたの？何かあったらすぐに動けるよう、こうして俺たちもすぐ近くで待機していたが、幸い荒事にならずに済んだようだな。なんだ残念、せっかく金属バットで武装してたのに。振り回すな明星、生病法は大怪我のもとだ。金属バットを使う羽目にならずによかった。やれやれ、一安心だな。日高くんてば、転校生ちゃんが武道場に入ってからずっとそわそわしてたんだよ。ほんと保護者っぽいよね。初めてのお使いじゃないんだからさ。うるさいな。それより転校生、桐生先輩とどんな話をしていたんだ？心なしか顔色はいいようだが、むしろやる気に満ち溢れたような表情になっているな。おお、ホッケーってば、人の顔色が分かるようになったんだね。双子との特訓の成果かな。成長したね日高くん、これまではマジ空気読めなかったからね。お前らにだけは空気読めないと言われたくないんだが。転校生は桐生先輩とそんな話をしていたのか。直接的な協力はできないが、応援していると。励まされて転校生もやる気が出たようだな。最善とは言えんが、事前の結果と言える。よくやってくれた転校生。お前は人に好かれる性質らしい。ま、何事もなくてよかったけど。こんなところでたむろしてても仕方ないし、ゲオムの部室に行こうよ。今日からユニット練習でしょ。ワクワクするよ。この1週間楽をしていた明星はそうだろうがな、俺たちは今度はどんな地獄が待っているのかと戦々恐々だぞ。地獄巡りツアーって感じだよね。そういえばユニット練習ってことは、今週からは伊沢くんも参加するの？当然だ、あいつもトリックスターの一員だからな。仲間外れにはできん。むしろ合流するのが遅すぎたぐらいだ。生徒会にも所属しているあいつをどう動かすかは考えどころだが、一応佐久間先輩とも相談して策は練った。
イサラは俺たちの当面の目的である S1 で重要な役目を担う。俺たちが勝利するために必要不可欠な存在になるだろう。俺はそう期待している。おーい、本人のいないところで人の行く末を勝手に決めないでくれる？あ、サハリー、なんでいるの？先ほど携帯電話で呼び出した。合流するなら早い方がいいと思ってな。お疲れ様、イサラ君。生徒会の方はいいの？いや、良くないけどな。公式ドリフェスは学院の仕切りで、生徒会も業務の一部を担当してる。だからこの時期は大忙しなんだよ。まあいいけど、噂の転校生とは一度会っておきたかったしな。そりゃなんだかんだでまだ挨拶もさせてもらってないし。そういえばそうだな。お前はいつも間が悪いな、イサラ。そんなこと言われてもな。おっと、はじめまして転校生。俺、イサラ真央。スバルと同じバスケ部員で生徒会の会計で、トリックスターの一員だ。改めてよろしくな。気安くサリーって呼ぶといいよ。よくないよ、お前他人に変なあだ名つけるの悪い癖だぞ。うむ、イサラは生徒会の役員ではあるのだが、俺たちの大事な仲間だ。転校生も仲良くしてやってほしい。どうも。ま、ザックバランによろしくな。今日からユニット練習なんだろ。個人練をサボった分、そっちはフルで付き合うからさ。どうかお手柔らかに、プロデューサーちゃん。転校生にお手柔らかになどと言っても仕方ないぞ。プロデュースかとはいえ、特訓の内容は彼女が決めるわけじゃないからな。まあいい、全員揃ったところで軽音部の部室へ向かおう。念のため確認しておくが、本当に俺たちに協力して大丈夫なのか、イサラ。何を今さら。副会長にも言われてる。生徒会の仕事よりユニット活動を優先しろってさ。だから練習に付き合うぐらいは全然問題ないから。から先は。
まだわかんないけどな。はあ、どうしたもんか。うむ、頼りにしている、イサラ。あんまり俺を信用すんなよ。信用するよ。サリーもかけがえのない仲間の一人だ。力を合わせて一緒に生徒会をコテンパンにやっつけよう。えいえいおいや、さすがにまだそこまでは割り切れないんだけどな。見事に生徒会とトリックスターの板挟みだな。副会長にもきな臭い動きをしてるトリックスターに探りを入れろって命令されてるし、逆に生徒会の情報をこいつらに流したりもしてるしな。嫌だな、こんな綱渡りっぽい二重スパイ生活。俺は普通に平穏無事な青春を送りたい。